ヘルベルト・ルードビグ・サンドベリは、ドイツ出身のスウェーデンの指揮者、ブレスラウの出身、7歳の頃より、地元の音楽院で、ユリウス・プリューバーに指示する。1919年からベルリンで、レオ・ブレッヒに指揮法を指示し、1923年から、ベルリン国立歌劇場の練習指揮者となり、ブレッヒや、ブルーノ・ワルターらの下振りで経験を積んだ。1926年に、 ストックホルム王立歌劇場の指揮者陣に加わり、歌劇場付属の音楽学校で教鞭を取るようになった。1933年にスウェーデンに帰化してから、同歌劇場の準指揮者となり、1946年には宮廷学長の称号を得た。1964年から丸目私立歌劇場の音楽監督を務めた。ストックホルム王立歌劇場時代には、 ダーシュエリ・クラーション、ナタナエル、ベルイ、チューレ・ラングストレムラのオペラを積極的に手掛ける。一方で、ドイツオペラの台本をスウェーデン語に翻訳するなど、ドイツオペラの紹介にも取り組んだ。一方で、バイエルン国立歌劇場、ハンブルク国立歌劇場など、ドイツの主要な歌劇場やベルリン放送などへの、客演もたびたび行った。ダンデリードにて死去。 http://sok.riksarki v e t s e s b l p r e s e n t a t i o n a s p x i d 6 3 3 1 h t t p w w w m u s i c w e b i n t e r n a t i o n a l c o m s s s r v スラッシュ、ミレー、レヨン、スラッシュ、JU ー、ウェル、バイ、レー、ヨン、スラッシュ、ジャー、マン、コンダクターズ、h t m ハット h t t p コロン、スラッシュ、スラッシュ、ミリリットル、ドットナクソス、ドット、jp スラッシュ、アーティスト、スラッシュ、五九六三九サンドウェリは九百三十九年に、ブレッヒの娘リーゼルと結婚している。ありがとうございます。